申告が始まり、庶民は消費税申告に苦しむ。自民党の裏金事件に批判が広がり、政治家は大金を隠し、説明責任を果たさず、税金逃れを図る。庶民には増税の負担がかさみ、立憲民主党議員が矛盾を指摘する。政治家の責任と庶民の負担の不均衡が露呈する一方で、2023年分の所得税の確定申告が始まったところ、納税者からは共同通信の取材で自民党の派閥パーティー裏金事件に対する批判の声が上がった。インボイス制度の導入により、庶民は消費税分をきちんと申告しなければならなくなり、特に個人事業主や零細企業にとっては負担が増えた。一方で、政治家は自由な態度を保ち、不記載の裏金を保管し、明確な使途を示さず、課税逃れを企てる。その挙句、匿名を名乗り、説明責任を果たさない態度を取る。これに対し、有権者の代表としての責任を問いかける声も上がっている。国民は増税、政治家は脱税と述べ、政治家の不正を訴える。このような状況下で、政治家の不正と庶民の負担が対比され、国の不均衡な状況が浮き彫りにされている。結果として、政治家に対する不信感が高まり、政治への不満が庶民に広がることが懸念される。また、東京株式市場は、1989年末のバブル経済最盛期の終値に50円まで接近し、注目を集めた。しかし、庶民の暮らし向きに対する意識調査では、56.2% がゆとりがなくなってきたと回答し、実質賃金のマイナスや物価高による節約志向が浮き彫りになっている。消費支出は3年ぶりに前年を下回り、食料支出は前年比 2.2% 減少。安い鶏肉の購入額が過去最高を記録しており、株価上昇と生活苦の対比が日本の現状を反映している。堂々と表に出てきて説明責任を果たせない国会議員って一体何なんだ。有権者の代表という占領の矜持はないのか。立憲民主党議員が国民は増税、政治家は脱税と本会議場で訴えていたが、その通り。これほどふざけた国もない。